北九州高速鉄道線軽電車は北九州高速鉄道が製造し、同社小倉線で運用している小座式モノレール車両である。1985年1月の開業当初から現在まで使用されている同社唯一の旅客用車両。全電動車方式、直波制御式の4両編成の車両である。開業当初よりワンマン運転に対応。警報禁制。 騒音を軽減することと、湯滴等の落下防止のため台車部まで含めスカートで覆い、多い内側に吸音材を使用している。正面は、進行方向を向かって、右側にオフセットされた非常口を装備する。また、運転席窓上の行き先表示は、小倉菊休固定である。車両間の貫通路の幅は広い。オリジナルの塗装は、開業時の工房によるもので、クリーム色の地に、 青色の帯を配している。先頭部の屋根上には発光信号灯と呼ばれる赤色灯が設置されている。車内はロングシートで走行装置関係をすべて床下に配置しているためタイヤハウスの出っ張りのないフラットな床になっている。1998年4月の小倉駅平和通駅間延伸に伴い第10編成を新造 従来車と比べて全面がフラットになっている。また、近年クリーム色に青だった塗色を順次青から他の色へ塗り替えている。また、1998年には小倉駅延伸を記念して、期間限定で画中野ミー大西がデザインした塗装を施した編成もあった。2010年3月27日からは開業25周年を記念し、少年期を 北九州市内で過ごした松本零士の漫画銀河鉄道39の登場人物らを描いたラッピングを施した編成が3年間の予定で運行を開始した。零一編成は2016年4月20日をもって営業運転を終了、同年度内に除籍された一時社登場時のもの。ありがとうございます。